皆さんこんばんは。気象予報士の太田彩子です。今日は細かすぎる天気予報、私がお伝えいたします。今日はラジオブースでお伝えしようと思います。本番前、時間があるときはここで大声を出したりしております。さあ、明日はいよいよ大学入学共通テストですね。気になる土日の天気、詳しく見ていきましょう。天気の傾向がこちらです。明日土曜日は雨の降るところもありそうです。ただ雨の割には気温しっかりと上がって、明日も春の陽気となりそうです。ただ日曜日になりますと、晴れても風が冷たく、冬の寒さが戻ってきそうです。この土日の寒暖差に皆さん、受験生の皆さん特にお気をつけください。では明日の雨の予想から詳しく見ていきましょう。明日の午前6時の時点ではまだ雨が降っているところはほとんどありません。ただ日本海側には前線に伴う雨雲が広がっています。これがこの後朝になりますと、もう岐阜県方面から雨が降り出す見通しです。で、この前線に向かって暖かい空気流れ込んできますので、明日は岐阜県山間部も含めて雨というところが多くなりそうです。で、さらにこの後、岐阜県では雨が降って、愛知県や三重県でも午後は雨がパラパラと降る時間帯がありそうです。ただもう午後6時になると止むところがほとんどで、試験の時間中に降る雨がほとんどということになりそうです。で、この雨の後、冷たい風がどんどん強まっていきそうなんですね。明日の午後6時以降は北寄りの風が冷たく吹きつけそうなんです。なので明日も寒さ対策は油断せずなさってください。で、明日の名古屋の気温の傾向なんですけれども、日中の気温は13度、今日と同じくらいまで上がって、この時期としては高めの気温です。ただ、夕方以降はだんだんと風が強まってきそうなんですね。なので明日は試験が終わった後はもう風が冷たいと思いますので、マフラーや手袋を忘れずに持っていくようになさってください。で、この風に乗って冷たい空気どんどん流れ込んできますので、もう日曜日は最高気温が10度ぐらいまでしか上がらない見込みです。昨日、今日、そして明日の気温と比べるとぐっと寒くなりそうなんですね。なので日曜日は昼間でもかなり寒いので、カイロなど持っておくと良さそうです。ということで、土日の天気まとめるとこのようになります。明日土曜日は愛知県や三重県、傘のマークありませんが、日中はにわか雨お気をつけください。で、日曜日は豊橋や岐阜など1桁の寒さが戻ってきそうですね。で、尾鷲では土曜日から7度も下がって日曜日12度までしか上がらない予想です。日曜日、風冷え、冬の寒さが戻ってきそうですので、皆さんくれぐれも体調管理お気をつけください。私は試験前はいつも味噌カツを食べて乗り切っていました。受験生の皆さんも好きなものを食べて後悔のないよう頑張ってください。はい。